9日、岡山市内で岡山 SDGs アワードの表彰式が開かれましたアワードは SDGs、持続可能な開発目標を合言葉に地域の課題解決につながることが期待される取り組みを審査表彰し活動の推進を後押しすることを目指しています今年は県内から42件の応募があり 有料な取り組みににに6 6件、件特なな取取りり組組みみが選ばれました有料な取り組みとして表彰を受けた6つの団体のうち、真庭市内に本社を置くランデス株式会社は、高い耐久性を持ち、CO2 の排出量を減らす、次世代のコンクリート開発を行っていることが認められました。 1980年ぐらいにです、ね、あの生態系の保全ということをキーワードにしたようなガ、まあ、眼ブロックを作ったというのが、まあ、我が社が一番最初に環境というキーワードで生育化したというのが、まあ、その80年、技術をしっかりやりながら、もう一方では材料として、二酸化炭素をマイナスにできる材料、そういう材料を使って社会基盤を支えられるように、まあ、そういう目標を2050年に向けてです、ね、まあ、社員共有して取り組むしていきたいと、まあ、改めてそのように思っておるところであります。 また、西日本電信電話株式会社岡山支店が行う真庭市三鴨地域内で森林資源の効率的な管理や森林の CO2 吸収量の計算などの事業も有料な取り組みとして表彰を受けましたさらに、真庭市ヒルゼン地域と新庄村をフィールドにトレイルラン大会を行っているフォレストレイルヒルゼン新庄実行委員会が 特に有料な取り組みを行ってている6団体の1つとしし選ばれましたこの取り組みは、スポーツの取り組みを通して、関係人口の増加を図るとともに、参加者が登山道や森林整備に参加し、蒜禅地域と新庄村の自然環境の利用と保全に好循環を生んでいますやっぱりこう、スポーツでこういう SDGs が頂けたっていうことは、本当に嬉しいですね。 あのマニュアルにはこうやって豊かなブナリンがあってここにやっぱり来ていただかないと分かんないことがいっぱいあると思うのでこれからもどんどん県内外からたくさんの人が来てくれると思いますで地元の人もやっぱりこうやって来てくれる人を歓迎してみんなで一緒に楽しんでいったら多分アジアで人気ナンバーワンの大会になると思いますからこの日は受賞団体による取り組みの発表もあり 岡山県内で SDGs に関する取り組みを行う団体や関係者などおよそ100人が県内の活動を共有しました。